私はデコラジ担当佐藤かなめです。ですね、今日もレジン作業をしたいとは思ってるんですけども、いっぱいやりたいことがあって、またおまけに来たこれをここに直すとかね、それとかちっちゃい食器をセリアで買ったので、この食器かわいいでしょ。このちっちゃいミニチュアの感じに使えるじゃないですか。にこれに煮込みハンバーグを入れたりとかね、これほらコーヒーカップ、ここにミルクティーを入れたりとか、これはサラダボール、いつも使ってる材料入れのサラダボールなんですけど、それとかホットケーキプレートとかにするっていう、これは妄想を立ててて、よくほら、ランチの時間にこういうのが今日のメニュー出ますよってこう飾ってあるじゃないですか。あれみたいにしたいんです。別に、大ごとのものじゃなくて、ちょっと下げたいとかね。それとか、貝、これはどこか違うところで、この水色が白々しいので、これを白にしたいとかね。このビジューが綺麗だから、これね、セリオなんですよ。これすごい、ちょっと綺麗じゃない？でもこれ開けるとどこに出るかわかんないんだよね。入れるところがないから開けてないだけなのかな？宇宙と星を一緒に入れちゃダメなのかな、この中で。入れるとこがないから開けられないらしい。これ綺麗でしょ？見えてなかった。これ綺麗だから、これをなんかに埋めてみたいとかね。なんかそういう欲求。それとか、この、なんかわけわからん、このダイヤモンドみたいなチックな、これを、すごいバラしたいとかね。なんかそういうのばっかり。で、カッチン止めのこれに、このアンティークな感じのこれの雫型とかをつけたら、めちゃめちゃ可愛いじゃんとか言ってたら、子供にバカ臭いって言われてさ。それで、今日何をしますかと申しますと、まあね、この間さ、この間と同じ作業なんだけど、この間さ、やった作業の中にこれあるじゃないですか。これさ、最初に1段目に塗って、この四角いのを置いたから、ちょっとほら、隙間が空いてるんですよ。これでね、大変な失敗を起こしてしまった。わかった。四角い型をどこかに置いてきちゃった。この四角いやつをちゃんと、ここにね、こう、当てはめれば、こんなに空気入ることもなく、ペチッと、こうなんか、カチッとした感じの、ペンダントができたんじゃないかと思って、こんなにグラグラ。こう手作り感満載でね、私が作ったのよって言ったら、すごいねって言われないような感じのもの。で、せっかくならこれをね、それとね、これは娘のペンダントになりそうです。これと、これに、この砂が入った丸いのを下げて、ペンダントにして、プレゼントするということになりました。これは、それね、どうした枠、四角い枠、どこ行っちゃったかな？それが最後の四角の枠だったの？
やっちゃいなかったからもう一回リベンジしたいなって思ったわけなんだけど、どうしよう。まあいいや、今日はそこまでいけないだろうから、四角の、この、こういう四角の枠を取りまーす。簡単。簡単じゃん。しかも、どれだったっけ？これ？この大きさだったっけ？汚れてるっぽいし。え？これだったかな？こんなに簡単に出てきたかな？これじゃない？ひょっとして。ものすごく、むぎゅーっと押し出したんだけど。これじゃないの？こんなに簡単に、ほら。これだよ、きっと、ほら。めっちゃむぎゅーって押し出した気がするから。あ、なんか、取れなくなっちゃった。取れなくなっちゃった。これです、多分。これ。それでね、ここって覚えてて。今大好きな、レジンで、ロイヤルブルーっていうのと、クリアグリーンっていうのと、買ったんですけど、その種類の中で、お乳をまた買いまして、これが何色かというと、時間の無駄ですか。なんだこれ、ね、何色だと思う。このブルー、この感じからいくと、なんか、それ系が出てくると思うだろう。じゃじゃん。ミルキーホワイト。なんか白い波が作りたいなと思ったのと、なんか透明チックな、こう、パーツが、これほら、全部透明じゃん。これ全部透明でしょ？この白が不透明。ただのブルーって寂しい。見えてますもん。なんか、やる気のない私みたいなんでしょ。なんか雨降ってて、本当に雨降ってる時ってさ、お外行きたくないじゃん。まず外に行こうという気が起こらんくなるじゃん。へっこんでるかな。盛り上がったらどうなんだい。一番そこが、あ、なるほど。ミルキーは絶対に喜ぶと思う。でも何入れるの中に。何かわいい。お、あ、かわいい。何これ見えてる？ちょっと亀之助さん、もうちょっとこう、どこで、お、ここですればいいの。いや、なんか意外と透明感があっていい感じ。へえ、へえ。いや、でもなんか中に何入れてあげようかな。貝？さっきの、ドゥーってこぼれてきて、私の仕事を阻止しようとした。貝。これどう？これ。アリス。ぶら下げられてる。どうすんの？これ埋め込むときって。奥に入れて見えないんじゃないの？これ。ごめんね。台無しにして。だってそこはブルーなんだもん。なんてこった。なんか、よくわかんないな。なんで凝った？見えないんでしょ？じゃあちょっと待って、これは、ほんと救い出すわ、ちょっとごめん。救い出してティッシュに、ティッシュ。くる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 。まあ、とにかく、
ブルーが好きなので。で、いかん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 。これ、捨てたらいかんから。これは次に入れるからさ。じゃあまずその中には何入れるの？鈴？なんだろう。無理やり3個作ろうということになった。これも無理やり。無理やり3個作るってことにしました。すいません。なんかとっても大変になってきたね、こっちの方が。全然それ作る気じゃなかったのに、こんなに。こんなに3つも。これはなんかミルキーウェイな感じで、キラキラさせるかなと思ってます。これも？これもミルキーウェイな感じ？それウサ、ウサコはどうすんの？ウサコは、なんか、バラバラの花、森の中から出てきたみたいな人、この人。どんなやねん。苔みたいやねん。森の中から出てきた人だから、この周りちょっとグリーンにしとく。しとくわって。で、なんかお花も咲いてる。ココはしてあげるけど、ちょっと待って。森の中から出てきたんですよ、アリスさんと再会。大変、大変、大変。私さ、アリスは見てることは見てるんだけどさ、今のアリスのさ、不思議の国のアリスのさ、アリスの、いや、この人がさ、あんま好きじゃなくて、ちょっとおばさん臭いでしょ、ちっちゃい声で言って。どうかした？なんか出しやすいコツとかあるの？ん？まっすぐ後ろから押す。なるほど。ほら、怒りマークが出たよ。ちょっとね、シールはね、弱んでるんですけど。いいじゃないですか？うん、置いときますか。そしたら次はね、このね、枠もう一つあったと思って、これを作ろうと思ったのになぁ。どこ行ったかなぁ。なんかこの間触ってそのままどこ行っちゃったね。まっすぐ沈んでほしいなぁ、そこに。交代。はぁ、あ。これどうしようかなぁ。もう固まってはいるな。うちの子のやつはどうしようかな。もうここでさ、こんなの入れても全然裏側から見えないでしょ。ほら見えないよね。ほら見えないよね。それだったらこっち一番最初に見えるように入れてあげるべきだったね。指輪のパーツにでもなるようにちょっと入れてあげとこう。ここに透明に、あ、バラ入れてもいいけどね。バラの中央とか出てくるでしょ。バラが咲いてる感じでしてあげてもいい。全然取れねえし、ほい。自分が思うより逆向きに入れた方がいいんだよ。二つぐらい？はぁ、落ちて固まったらどうすんの？うん。それこそがダメなんだよね、つぼろでね。絶対みんなそんなことやんないよね。さ。そして固めよう。他のはいいのかって感じだよ。どうしよう。なんか、わかんなくなっちゃった。それどうしよう。それクリアで固めた方がいいのか。
適当になっちゃったよこれ。いいなこれで、ね、本当にいいわ。ちょっともう今日はこれはちょっと、うわー、よしよし。そしてこれのね、これ溢れてる？溢れてる。から見たらね、このね、このなんかこれが可愛いの。だから後のはちょっとよくわかんないんだけどさ、後のはちょっとよくわかんないんだけどさ、これを成功させたいから、もう普通にミルキーな感じで仕上げようかな。ちょっとホワイトでやって最後にブルーにしようかな。あの水色みたいな、このお隣のこのマスミツのやつ、これちょっとこれは喜んでくれると思う娘が。あとはねこれとかははぁって言われると思う。何それって、うん、難しいね。これにする？なんか怖いって言われそうなとこ。これどう？お月様と入れてあげようか、じゃあ。裏に。これか。これと、お月様じゃなかった。これがお月様だから、これと、お星様を入れてあげようか。このやつか、このやつか、このやつか。どっちが好きかな。こっちか。それからよし、これでなんだかにゃ、これで固めようかな。ちょっとモリッとしちゃう。私もこれ分かんないな、これ。ちょっと次から新しい、出そうかな。あ、怒りマークが最初の怒りマークより、ちゃんと出た。ほら。あ、いい感じ。これはよく分からんのですけど。今できたのがね、こういう感じなんですよ。怒りマークと、ちょっと、怒りマークと、これはちっちゃい。こんな感じ。夏っぽい。今からですね、このアリスの裏側にアリスを貼る。アリスの裏側にアリスを貼る。裏側はね、お花畑なところに、裏側はお花畑のところにウサちゃんがいるのね。モリモリってしてる。これのね、この丸い金具が取りたいんですよ。だけどそれ取るとどんな髪型になっちゃうんだろうな。アリスのリボンになってくれたらいいんだけど。あったかな？じゃあちょっとここに。ハートとかいろいろあるんだけど、これはちょっと見直しちゃおう。そしてなんかこう光によってブルーになったり、
なんかこうピンクになったり、なんか変なフレーク入れるよりこれがいいかなと思った。で、これが、クリア、ちょっとでかすぎる、手が。あ、でかいね。カブのスケさん。これが、クリアグリーンで、クリアブルーで、ミルキーホワイト。に、ちょっとクリアグリーンが。これは、ミルキーホワイトに、クリアブルーが混ざった。クリアブルーだけ作ってみせろよって感じかな。なんかミルク寒天みたいに見える。で、ちょっと十字と、これなんかジュンブライドチックね。で、これはマリンな感じでしょ？これは何もないの。で、これはただのちょっとシールの三角のがペロってついてたからそれをつけた。で、まあ。十字マークと、これがね、怒りマークだと、同じこれ、怒りマークのシール、ネイルシールなんだけど、ネイルシールが曲がっちゃってさ、取り方が乱雑すぎて、こんな感じになっちゃった。かわいい。いい感じにできた。さて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 。さて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 。忙しいの？ただ次はこれに人手を入れて硬化する。これです。さっきのこっちの人手はもう入ってんだけど、こっちの人手が砂にまみれてなくなる気配がしてたので、クリアレジンで人手をぽっちゃり固定しましょう。もうちょっと、もう一回飛び出たとこは、飛び出たとこ。とですね、できたっぽいので、これね、押し出します。押し出します。もうね、爪でやろうと思ったら、爪がベロってなっちゃうから、こっちから押し出して、こっちから、引き出してってやる。ちょっとバリがすごいっすね、これ。よいしょ。できた。あ、できたのに。あ、なんかこれ水、いって、待って。ちっちゃい四角い枠の中に自分の指が挟まって。なんかこれすごい綺麗。水族館みたい。一粒で。なんじゃこれ。ちょっと待って、バリを挟んで、ちょんぶってやってみようか。これよ、綺麗。横から見たらほら、なんかちっちゃい水族館みたいに見える。これはね、ちょっと待って、これもすごいバリがすごいんだけど、これは全然水族館じゃないの。なんでかというと、上にこれは全然水族館じゃない。上に人手が乗ってるから。やっぱり沈んでた方が可愛かったんだ。なんだこの差。気づくまでに、こう、縦から見てもほら、沈んでても立体感はあるんだもん。こんなに上に乗せなくたって。
ケーキのトッピングみたいに。横から見た時にほら、こんなところに沈んでるのに、上から見たらちゃんとほら、綺麗。ちっちゃいのにこんなに。5ミリぐらいなんだよ。さて。ちょっと何バリキルバリはしなくてもいいだろうって感じだけど、なんかちょっとバリでバリを切るだけでもして、ちょっとだけでも小綺麗に皆さんに見ていただけるようにちょっとサイズカットしました。なんだいこれ。あ、こっちから見たらお月様が出てるじゃないか。青空から夜になったねってことだよ。それからこれがな、これよくわからんのよ本当に。ただ持ってる材料を入れてみたけど、流れ星にも何にもならなかったし、飛行星様にも何もならなかったし、あえて入れてみたお星様も見えなかったし、こっちから見たらちょっとお星様見えますね。バリもあります、みんなこっちから見たら可愛いけど、こっちから見たらなんだか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 、何がなんだかな、よくわからんな。はい、こっち向き。そして私の今日の出来作でございます。これが一番情熱を私は今日かけました。あれ、ちょっとバリ取ります。先にお見せする。少し点数稼ぎ。はい、じゃあこっちから見たらなんかお花畑っていうかバラ園を走り抜けてるうさぎちゃんでございます。ちょっとこの草っぽいところが近づきすぎておりました。でもほら端っこにバラがいい感じに、ほらこういう感じで端々まで入っております。そしてじゃじゃーん、裏にアリスがキラリンちゃん。ハートもちょっとなんかブルーに見えたりピンクに見えたりする。バラが一粒ついております。こっちはどこ、ウサギ行ったの。近すぎですか。どこウサギ行った。近くで見ないとわからないけど、近くで見ない。ピン止めにしたら余計わかんないな。これなんかこのままこう下げないと、下げて裏表バージョンこう見えないとわからないな。よし、今日のデコラジ、これで、なんか、今日も、なんか、こっちが、本格的なだけ後ろ向きで、さ、今日はなんとなく後ろ向きな皆さん、はい、後ろ向きで、はい、いろいろちょっとやってみました。今日はミルキーのやつを、ミルキーカラーを使ってみました。これがちょっとミルキーな感じになってきます。ほら全体的に黒に落としてます。ミルキーの感じ、こんな感じの色でございますけど、なんとなく中心部分が中国のお花から。ではじゃあまた。